国境より南側が HSL4 ベルギー高速鉄道4号線はベルギーの高速鉄道路線である。ホーガスネルハイトスラインスキポールアントウェルペンの内ベルギー側を構成する路線でブリュッセルとオランダ国境を結び路線長は 87km で 40km の区間が新たに建設された専用の高速線 47km が 在来線の改良区間である。完成は2007年を予定していたが、信号保安設備の問題などから開業は遅れ、2009年より運行を開始した。オランダ側は HSL ズードがスキポール空港駅まで高速線を構成している。フランス国境からの HSL1 と東路線の結合によって、ブリュッセルとパリ、オランダ方面の所要時間が 大幅に短縮される。開業後は、タリスや、高速鉄道企業連合ハイスピードアライアンスの運行する列車に利用される。ブリュッセル南駅を、列車は北方向に進み、ブリュッセル中央駅、ブリュッセル北駅を通過する。スカルベークで2線に分かれる。リエージュ、ドイツ国境方面など東側に進む路線は、HSL2 である。 道路線はそのまま北側へ進みアントウェルペン、オランダ国境へ向かう。ブリュッセル、アントウェルペン間 47km は列車は時速 160km で在来線の改良区間を進む。一部区間では最高速度が時速 120km に制限されている。アントウェルペンではアントウェルペン中央駅を直接通れる、要、高速列車用に 市の地下にトンネルが建設された。トンネルを時速 90km で通過する。当線は地上区間に戻り、アントウェルペンダム駅を過ぎると、アルバート運河を渡り、在来線のアントウェルペンエッセン線と一緒になる。高速道路 E19A12 号線の分岐点で、列車は在来線を離れ、オランダ国境までの全長 40km の高速新線の軌道を、 時速 300km で進む。このルートは E19 号線と国境まで並行で、いくつかの橋の建設が必要であった。スコーテン、ブラウスハート、ブレフト、ウーアストウェズル、ホーグストラーテンなど、アントウェルペン州の各地をオランダ国境を越える前に通過する。オランダに入るとそのまま HSL ズウッドとなり、アムステルダム方面に向かう。 2007年3月23日にアントウェルペンの幹線鉄道の南北を連絡する路線が開業した。このプロジェクトはアントウェルペンベルヘム駅とアントウェルペンダム駅間 3.8km を結ぶトンネルの建設が進められ地下 18m を通過する単線トンネル2本が完成した。事業費総額は7億6500万ユーロで東端式高架ホームだった。 アントウェルペン中央駅での折り返し運転が解消される。貫通型のホームは地下2階に4000分が設けられ3月26日からベルギー国鉄のローカル列車が発着している。列車は12月のダイヤ改正まで徐々に増やされ、地下1階の東端ホームが4000開業すると、高架階の6000も含めて14000全部の使用が可能になる。 5月には120の店舗も開業している。ありがとうございます。